日本のエリート知識人というのはですね、もう明治以来外国の文献をひたすら読むと、フランスではこう言ってる、ドイツではああ言ってる、イギリスではこう言ってる、それを日本語に訳す、紹介する、これがエリートの仕事だったわけですよね。そうともうそこには日本というものがないんですよ。常に外国に追従する、どこどこではという、これはもう哲学から文学から政治学から全部そうですよね。翻訳学問で終わってしまう。これはリベラルのみならずですね、保守の思想家もそうで、例えば西部進先生もですね、結局は外国の西洋の保守主義の紹介に終わってしまった。で、これって明治以降に始まったんじゃないんですよ。実はね、もう江戸時代にはそうでした。で、江戸時代までの知識人っていうのはね、四書五経ですよ。四書五経、論語や孟子を徹底的にやるわけですね。これって結局は中国の思想でしょ？あるいは仏典ですね。仏教の経典。これ要するにインドでしょ。そこには日本がないんですよ。常に外来の書籍をありがたがって、そこから学ぶしかないという中で、いや、これは違うだろうと。日本には日本の伝統があるだろうっていうことに気づき、そういう研究をする学者たちがですね、江戸の中期以降現れました。これを国学と言います。だから日本の学問におけるナショナリズムですよね、国学ってのはね。そしてこの国学を理論的に、まあ、ほぼ完成したのが今日紹介する本居宣長先生です。この方はですね、本職はお医者さんなんですけれども、たまたまですね、本屋さんで古事記を見つけてですね、それを買って帰ったんですけども、読めないと、何なんだこれはと。で、この古事記に取り組んでですね、一生かかってこの古事記の解読をした人です。古事記伝という本にまとめた。で、この宣長先生の解読によってやっと日本人がですね、古事記を読めるようになったんですよ。あとは万葉集の研究ですね。そしてこの古事記万葉集の中から日本人の本当の魂、スピリットを探り、それをですね、大和心と呼んだわけです。だからこれからね、日本を守れとか日本を取り戻せというのであれば、やっぱりね、ここから出発しなきゃダメなんですよ。古事記万葉集からね。その先駆者が本居宣長先生です。四季島の大和心を人とわば、朝日に匂う山桜花。
ちら記念館と旧宅鈴の屋と合わせて400円、安い。ただし鈴の屋はですね16時で終わっちゃうということです。こっちは17時までなんで、先にこっちを見てくださいと、教えていただきました。で、これはね、松坂城の城跡なんですね。蒲生氏郷のお城。で、もともとこのお宅はですね、鈴の屋さんはその、もっと街中にあったようです。12歳から72歳、最後まで住んでいらしたと。2階の書斎は、宣長53歳の時に物置を改造して作ったと。ほう。床間に掛け鈴を下げていたことから鈴の屋と呼ばれる。元は魚町っていうところにあった。それを、保存のために明治42年にここに改築。さあ、200数十年前の木造建築が残ってるってこれすごいよね。すごいんですよこれ。これが4畳、あ、こんな狭いんだ。4畳半の書斎、鈴の屋。床の間にかけてある軸は、あがたいの牛の霊意と読むと。あがたいは、鴨の守り先生。宣長さんの先生ですね。一回だけ会ってるんですよね。牛は先生。だから、あがたいの牛、あがたい先生、イコール、鴨のまぶち先生。一回だけ、あったんですよ。この、鴨のまぶち先生がね、伊勢参拝のために、この、松坂にやってきて、会いに行ったんですよね。で、弟子入り認められて、その後は会ってないんですよ。会ってないけども、ずっとね、まあ、文通したらね、だから、通信教育、ですよね。で、万葉集の読み方とか、教わったんですね。柱陰の鈴を置いていたと。この鈴もあるのかな？はい。ほら、あそこ、あの、狭い、4畳半ですよ。あそこで古事記伝を書いたんですね。いやー、なんか感動しますねこれ。面白い作りだな。本当になんか屋根裏的な2階。元は物置だった。
で、町医者ですから、で、結構ね、評判も良くて、もう、ひっきりなしにこう、患者さんが来ると。往診にも行くと。で、ちゃんと生活の基盤があって、プラス、学問と。いうことですね。あ、蘇民将来。蘇民将来ですよ。お父さんが亡くなったんですね、12歳の時にね。鳥永さん12歳の時にお父さんが亡くなって、で、その後ね、あんまり商売に興味なかったんで、医者をやりますと。で、医学の勉強をして、28歳から開業したということですね。昼は医者。で、夜は古典講釈や歌会もしたと。古事記伝執筆も半ばに過ぎた53歳の時に2階の物置を改築して、茶室風の、書斎。鈴の屋を作ったと。明かりはろうそくかな。で、壺には入らないでくださいと。で、この上が鈴の屋。2階には上がらないでください。わかりませんけど、覗くぐらいはお許しください。いやでも素敵、土壁ですね。あれが鈴ですね。ちょっと待ってね。ほら、本当に茶室風ですね。で、鈴があります。そして、あがたいの牛の掛け軸。
敬愛する鴨の間淵先生の角軸を見ながら、でこの狭い窓から外を見ながら大和心とは何か、72歳、まあ当時としては大変なね、ご長寿だったわけですね。当時50ぐらいかな、平均寿命ね。でその50を過ぎて古事記伝がまだ道半ばということですよね。だからどうしてもこれを完成したいというお気持ちで、心機一転ということで、あの2階を改造して鈴の家、うん、まあでも良かったですよね。完成する時間があってね、うん、まあ現代人は医学の進歩で無駄に長生きしちゃってますけども、うん、まあ60過ぎたらもう余生ですよね。余生なんで、その余生をねいかに生かすか、まあ歴史に名を残すまではいかないですけどね、何か皆さんの役に立ちたいと思いますよね。うん、ああでもよく残ったな、この建物がな、空襲に回すに。鈴の家からお送りしました。17歳の宣長が書いた日本地図、伊能忠敬の前ですよね。すごい、やっぱただもんじゃないね。小松坂です。京都、奈良、
ね、中はね、ちょっと撮影できませんのでね。はい、今ね、資料館を拝見しましたが、まあ、ものすごい量です。旅をした、その、記録、観察、見たもの、聞いたもの、もう、ありとあらゆるものをこう、細かい位置でですね、もう、メモしまくってますね、この人ね。うん。まあ、根っからの学級肌ですよね。そしてそれを、ただ自分が研究するんじゃなくて、こう、人に伝えたいというですね、だからこの、さっきのね、鈴の矢が、こう、塾になっていくんですね。うん。調べたがり、教えたがりっていうことで、もし、のりながさんがですね、スマホを持っていたら、100% 彼はね、YouTuber になってますよ。と思いました。はい。ありがとうございました。